とりあえずインスタで投稿してなんとなく手応えっていうのが感じられなかったんですよね。313万ですね。初月から個別セッションの成約率が 100% になったんです。これはすごい驚きです。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はアラフィフ専門にインスタ集客支援をされていらっしゃる野松恵子さんが入学2ヶ月で累計313万以上の売り上げを上げられた秘訣について具体的にノウハウやポイントを聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。現在のご活動内容改めて教えていただけますでしょうか。アラフィフ世代を中心にインスタの集客で悩んでいる方に様々なサポートをしております。特に野松さんの場合はインスタ集客の中でもライブとそしてリール集客に特化したそういったポイントっていうのを日々発信されていらっしゃるということで、弊社がにご入学いただいたきっかけというところも聞いていきたいと思うんですが、昨今こういう企業塾とか SNS マーケ講座ってたくさんある中で、うちを選んでいただいた一番の決め手みたいなものっていうのはどういったあたりだったんでしょうか。やはり SNS 集客の全てが学べるっていうところが魅力がありました、うん、ある一部だけを教えているところって多いので、うん、その後またいろんなところに習いに行って、うん、結局たくさん学んだけれどもどっかで被ってみたいなところが多かったんですけれども、それが一括で学べるっていうところ、あとはいろんな業種の方や世代の方が成果をたくさん出されてるっていうところもすごくポイントでした。北野さんが直接コンサルティングしてくださる、またすごく丁寧なんですね。それが私は VIP コースに入っているのでランチ会があって直接やっぱりお話できるっていうのもすごく魅力的でした。ありがとうございます。うちの学科は僕自身が直接サポートにさせていただいてる、現場主義でやってるっていうところもあって、オフ会だったりとかもそうだし、あとやっぱ SNS とかもね、インスタとか LINE だけではなくて TikTok とか YouTube とか全てのマーケティングの手段っていうのを体系化して学べるような形になっているので、そういったところに価値を感じていただけたっていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。入学前と後の変化っていうところも聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況というのはどういった感じだったんでしょうか。いくつかの塾で習ったことがあるんですけれども、一つの流れを専門に教えているところがあったりして、 SNS 全体のいろいろなお客様のいる場所とか自分のところに流れてくる SNS 集客の流れが実感がないまま、とりあえずインスタで投稿してリールを今度 TikTok とか YouTube に投稿していったんですけれども、なんとなく手応えっていうのが感じられなかったんですよね。今までライブとか LINE を使ってプロモーションをしたり DM を使って直接セミナー集客なんかもしていったんですけど、一時的に売上が上がってもそれを継続していくっていう安定した売上っていうのが立たなくて、いつも不安と焦りがありました。疲れてもいました。なるほどですね。はい、あと私ですね、セールスがすごい苦手っていう意識がありまして、個別セッションも成約率が30から50といって普通なのかもしれないんですけれども、あんまり高くなかった、これも悩みでした。はい、営業の制約率ところもやっぱり上げていきたいなっていうところも課題としてあったということで、あとはなんか以前プロモーションとかも結構やられてたっていうふうにおっしゃったかなと思うんですけど、はい、プロモーション面とかも改善していきたいという感じでしたか。プロモーションするのって結構体力的にもきつかったり、一人ではできないから一緒に頼んで動いてくれる方とか、うん、チームを作んなきゃいけなかったりするんですけれども、はい、そういう費用面も含めてですけれども、メンタルもあと体力っていうのもきつかったんですよね。大きなプロモーションを年に 1,2 回とかドカッとやると、その期間がものすごい忙しくて体力的にも疲弊してしまって、しかもその時は売り上げ上がるかもしれないけど、その後売り上げがゼロみたいな状態になっちゃったりとか、浮き沈みというか波が激しいような、そういった販売の仕方になってしまうというところから、毎月コンスタントに安定して売り上げを上げていくようにやっぱしていきたかったっていうところもあったっていう感じですかね。そうですね。そもそも私教室から始めていて、その後美容サロンを経営しているんですけれども、安定して必ずお客様が来るっていう形で動いてたから、余計に入る時は入るけども入らないっていうのがなんか不安でした。ありますよね、確かにね。はい、次に入学後の具体的な変化というところも教えていただけますでしょうか。初月から個別セッションの成約率が 100% になったんです。これはすごい驚きです。はい、素晴らしいです。なのでプロモーションをしなくても初月に128万、そしてその次には185万という継続して売上が立てられた、これも驚いています。入学2ヶ月間でいうと累計でどれぐらいの売上になりますでしょうか。313万ですね。その具体的な秘訣ってところをこれから聞いていきたいと思うんですが、今画面に映っているのが現在野松さんがインスタされているインスタグラムになりまして、恵子先生も失敗しないアラフィフからのインスタ集客っていう形で、ライブとリールの専門家という形のコンセプトで発信をされていて、初回コンサルの時にもこういったプロフィール文章とかも一緒にねご一緒させていただきながら作っていたわけなんですが、現在の野松さんの販売の全体像、具体的にはインスタから個別相談までのどういった中になっているのかっていうのも教えていただけますでしょうか。ライブを毎週しているんですけれども、
月に1回か2回個別への誘導をしまして、そこから個別セッション、そして制約という流れ、あともう一つがワンデーセミナーとして自撮り撮影会というのをしているんですね。そこに参加してくださった方に個別のセッションをプレゼントでお付けして、そこから個別セッション制約という流れがあります。素晴らしいですね。しっかりと販売につながる流れ動線を作られているということで、僕はいつもお伝えしている集客、教育、販売っていうこの動線をしっかりと作れているからこそ、こういった売り上げにつながっているということなんですが、集客面からまずは聞いていきたいなと思います。現在インスタグラムで野松さんが意識しているポイントとかをまず聞いていきたいと思うんですが、特にそのストーリーズとかライブで意識していること、こちらを教えていただけますでしょうか。ストーリーズはこちらに、ね、お世話になる前は閲覧率が 5% ぐらいと低かったんですね。そこで北野先生から、私動画を使ったりすることが多かったんですけれども、それは動画じゃなくて普通の静止画でとか、あと3時間空けてっていう投稿の仕方に変えてすごく上がったんです、閲覧率が。そういった時にこの学校でストーリーズで公式 LINE に集めるテンプレートっていうのをいただいたので、その流れ通りにやってみたところ、集客の数が一気に上げることができました。ストーリー閲覧数の方はフォロワー数に対して 5% から何%ぐらいまで上がった感じでしょうか。 10% です。閲覧数が変わるだけでもかなり集客数変わってきたりとか、プロフィールアクセス数も変わってきますので、一般的にはこの総フォロワーに対して 10% 以上のストーリー閲覧数というところを皆さん目指していっていただきたいなと思います。学校で教えていただいたテンプレートを使って、その流れでストーリーズで3日間限定プレゼントというのをしたんですね。そうしましたら3月初月にリストが31人だったんです。2月までは15人程度あったので、はい、一気に2倍増えることができました。ストーリーズランスが増えにつれてリストの数も2倍近く取れるようになっていったということで、特にストーリーズとかからリスト数だったり LINE もしくはストーリーズやライブからの個別相談の申し込みというのもそうなんですけど、制約率が 100% になったということで、ここに関してはやはり日頃のストーリーズだけではなくて、やっぱインスタライブだったりとか、そういうところでの共通信頼関係というのがしっかりとできているからこそだと思うんですけども、特にこのライブに関してはいかがでしょうか。変化というか、ライブも同時視聴者数、これがもともとそんなに多くないんですけれども、平均 9.7 人だったのが12人と増えて、数が大幅に増えてるわけじゃないんですが、ずっと聞いているっていう方がすごく増えました。ずっと最初から入ってくださった方は比較的最後まで残っていただけるような印象ということですよね。インスタライブって最初は同説が本当に数人とかで少ないから諦めちゃうって方も多かったりするんですけど、すごいもったいなくて、野松さんの場合も同時接続数が大体10人前後っていうところで2ヶ月で313万っていう売り上げを上げられているということで、ライブを見てくださってる方ってめちゃくちゃ濃いんですよね。目の前にあなたのサービスに興味があるお客様がいらっしゃるっていう状態なので、そこで全力でやっぱりライブをしていくっていうところはすごい大事かなと思いますし、視聴維持率を最後まで高めるためにライブ中に意識しているポイントとか、あとはライブの告知の時に意識していることとかもしあれば教えていただけますか。はい、私の場合45歳以上アラフィフ世代なので、インスタにコメントをするっていうことがあまり慣れてない方が多いというところで、参加していただくために数字で書いてもらったりとか、ハートマークを送ってくださいっていうことで行動しやすいような誘導を随所に入れるようになりました。告知は今まで前日当日だったんですけれども、北野先生の方から5、6時間前とあと本当に直前っていう風にちょっと変えたところ、入る方の数っていうのが増えた感じです。ライブまでの間に時間が空きすぎてしまうと結構忘れられちゃうっていうこともねあったりするので、一般的には5、6時間前ぐらいの告知をして、同時にインスタのストーリーズでのライブ告知ももちろんだし、 LINE の配信でもしっかりと告知をしていくっていうこと、ライブ開始5分前に LINE で告知しといた方が動説が増えやすいっていうのもあったりするので、 LINE でもしっかりと誘導流していくっていうことが、ね、すごい大事になってくるかな。あとはリールですね。ここでなんか意識しているポイントであったりとかあれば教えていただけますでしょうか。トークリールが一番参加するっていうのは聞いていたので、一応チャレンジはしてるんですけども、私はアフレコリールが好きというのと、割と反応がいいので、はい、アフレコリール。あとライブの切り抜きっていうこの3種類を試していて、まだテスト中なんですけれども、手応えを少しずつ感じられていて、私はアフレコがとても評判がいいという感じになってます。よくこれトークリールがいいのか、テロップリールがいいのか、アフレコリールがいいのかっていう議論は昔からあるわけなんですけども、実はこれ自分に一番合ったやり方っていうのを模索していくために、トークとかテロップ、アフレコリールっていうのをそれぞれテストしていく中で一番反応がいい方に寄せていくっていうのがいいと思います。人によってはその被写体を写して実写版でトークリールで喋る方が得意っていう人もいれば、顔出しできない方とかはアフレコが良かったりとか、野松さんの場合はトークリールとアフレコといってこういう形で背景の動画に音声を吹き込んで文字を入れていくっていう、今どちらかをテストしてるって感じなんですけど、どちらかというとアフレコリールの方が反応が今のところ良さそうかなっていう感じですかね。はい、うん、そうなんです。それをね、まあ、テストしていくっていう考え方が一番良いかなと思いますので、どれが良くてどれがいけないというわけではないというところです
ね。ちなみに逆に僕はずっとトークリールが得意なのでずっとそれでやってきてるわけなんですけども、次ですね、LINE の配信で意識していることやこれから取り組んでいきたい施策とかもあればなんか教えていただけませんか。本当にたくさんのノウハウを教えていただいているので、まだやっていないんだけれども、もうすぐにでもやりたいということも一つに、ローンチ動画、こちらを作っていくことで、そのまま個別に自然に誘導し安定集客につなげていきたいと今強く思っています。ローンチ動画っていうのはほとんどの方がオンラインビジネス系の方作られていて、 LINE 登録した1通目の届く動画、これ全部テンプレがあるんですけども、しっかり作り込んでおくことによって、1回作ってしまえば半自動的にそこからセミナーとか個別相談に申し込みが入ったりとか、しかも LINE 登録した直後っていう一番ホットな状態で自分自身の PR 動画をお客さんに見せることができるので、これを作っていくことでさらに問い合わせ数とかも今後も増えていくんじゃないかな、そして制約率もさらに高まっていくんじゃないかなというふうに思いますね。あとは個別相談とかセールス、商品提案で意識しているところとかも教えていただけますでしょうか。今まで個別セッションは1回だけで制約を取ろうというふうに思ってたんですけれども、この講座でいろんなやり方があるということを知って、個別の前に一度 DM で簡単に悩みを伺うということをしたり、その前にお電話でその悩みを深掘りするっていうことをしてみたところ、すごい信頼構築ができたんですね。 Zoom で繋いだ瞬間にすごい笑顔でお話ししていただけて、その結果 100% の制約率になったんじゃないかなと思っています。実はこれ商品提案の前段階で売れるかどうかっていうのは8割決まってるっていう話があるんですけども、しっかりと事前の信頼構築っていうところを抑えていらっしゃるっていうところは結構大きかったかなと思いますね。それ以外にも制約率を上げるための様々な施策であったりとか、営業プレゼン資料の添削とか、そういった細かい部分とかのテコ入れとかもね、うちの本講座でさせていただいてるわけなんですが、商談前のそういった一つでも加えていただくっていうのはものすごく重要になってきますよね。でお次ですね、講座運営商品設計で意識しているポイントもあれば教えていただけますでしょうか。講座生産の成果を第一に考えて設計をするように変えてみました。アラフィフ世代っていうのはいろんな悩みが特化してあるんですけれども、自分の言葉で伝えられないとか、時間がかかる、投稿毎日できないっていう方が多いんですね。なので定番の講座以外に毎月毎月みんなの悩みを取り入れるようにしています。その時々によって受講生さんが求めてる内容ってやっぱ違ったりとか、反応を見ながら伝えていく内容を変えていくように、ある種柔軟にコンテンツ設計を組まれているっていうのは素晴らしいと思いますね。コンテンツ販売とかコーチコンサルタントの方って、最初にガチガチに商品作り込んじゃって、これを絶対そのままやらなきゃいけないっていう風に思い込んでる方って多いんですけど、僕も講座の中で最近受講生さんこういう悩みが多いなっていうのがあったら、ちょっと途中話変えたりとかね、意識的に取り入れているんですけど、そういった柔軟なところっていうのも確かに高い顧客満足度につながっていくんじゃないかなと思います。次ですね、ご入学いただいて良かったことだったり、弊社集客学科のおすすめポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。最初入学の時ってこんなにいいことあるよっていうのを書いてるんだけれども、実際にはあれっていう学校が多い中、こちらの学校はおっしゃった通りのサービスの提供が期待以上にありまして、講座も毎週北野さんご自身がお話ししてくださったり、毎回質問ができる贅沢感があります。あと VIP コースはグルコンが別にあったり、ランチ会もあって、北野さんご夫婦と私名古屋に参加たまに妻も参加することもあるんですけどすごい身近に感じられて、あとメンバーさんもすごく楽しいし、勉強になってとてもいい時間が過ごせます。ございます。最後ですね、この動画見てくださってる方でこれから SNS を始めていきたいという方だったり、弊社集客学科で学んでいきたいけども検討しているという方や、一歩踏み出していきたいという方に向けて最後一言メッセージあればいただけますでしょうか。私自身が58歳ということもあって、アラフィフ世代を応援しているんですけれども、どうしてももういいやっていう方も多いので、いろんな人と出会える場がこの SNS、 特にインスタグラムだと思うので、お客様、そしてお友達を見つけるつもりでインスタどんどん発信していただけるといいんじゃないかなと思います。2024年というのは特に年齢関係なくだと思うんですけど、孤独と不安と退屈っていうお悩みキーワードが出ているということで、これからは人生100年時代、SNS の発信でいつまでも楽しい仲間づくりっていうのをしていただきたいなと思います。そのためにも SNS 全般がわかる北野さんの塾っていうのが本当におすすめです。ということで今回野松さんと一緒に対談動画を撮らせていただいたんですが、野松さんのインスタグラムと LINE 公式アカウントのリンクもね、概要欄に貼っております。こちらもぜひ勉強になるので、ね、皆さんぜひチェックしていただけたらなと思うんですが、今野松さんの LINE 登録いただくと今だけ豪華プレゼントがもらえるということで、簡単にこちらのご説明もいただいてもよろしいでしょうか。私はアラフィフ以上の方にセカンドライフを楽しみながら50代インスタ企業を加速させる5大特典というのを用意しております。プロフィールの作り方やコンセプト設計、思いが届く投稿作り、マル秘テクニック、画像や写真加工のおすすめアプリ、参加が止まらないフォロワー500人までのロードマップ、こちらをプレゼントしております。はい、ということで結構無料プレゼントでかなり有料級の内容がすごい充実している豪華特典だと思いますのでぜひこちらも概要欄から LINE 登録いただいてチェックしてみていただければと思います。はい、ということで今回の対談動画、皆さん最後にご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。
はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワー増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらはね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。